ばんは。お元気ですか？お元気ですよ。素敵なお姉さん感、ほんまに？今日はこの配信の画面で見るけんかな。びっくりするくらいメイクがよれてない。鏡で見てもあんまりよれてない。こんばんは。ね、いい感じ。舞台先行チケット当選しました。うん。ありがとうございます。そう、今日あれでしたよね、報告の当選報告みたいなやつ。舞台当たったよ、夏楽しみ。めちゃくちゃ楽しみ、ドキドキ。応募してくださった皆さんありがとうございます。なんと土曜日外れたかな。でも嬉しい、皆さん応募してくださってありがとうございます。ドキドキだ、ドキドキすぎる。稽古はもう始まったん？いや、まだ始まってないです。ドキドキ。首大丈夫？あー、そう、なんか今日ね、今日は日帰り東京をしてきたんですよ。でめっちゃ久々にネックピローを使って、でも寝違えた。最近ずっとネックピロー使っとらんかったけんかな、かなんか純粋になんか首が痛いくなっちゃったか。そう、から早起きだったんだ。そう、今日は5時20分に起きました。早っ。早すぎる。で、私なんかお風呂入ったらすっごいあれなんですよ、遅いんですよ。なんていうの、お風呂湯船をためたら本当に3時間ぐらい普通に入っちゃうのね。で3時間、夜に入って3時間入った後にドライヤーとかしてたらもうすっごい深夜になるんですよ。じゃけんね、もう今日はちょっとほんのちょっと寝て、でもこういう朝から新幹線の時は新幹線で寝れるしなとか思ったら、そうなっちゃう。
ね、私いつも配信で話すんですけど、なんかいつも配信で髪の毛伸びたって話すときは、割とこの画面を見て、配信してる画面見て、あ、髪の毛伸びたなっていう風に話すんですけど、今日はなんかスタッフさんに他撮りで写真撮ってもらって、でその写真見た時にマジで伸びたと思いました。配信中以外に実感した。伸びたー。ね、いい長さ。伸びた。伸びたよ。切る前くらいに伸びた。それはもうちょっとじゃけど、新しい足と比べたらすごい伸びた気がする。新しい足いつ取ったっけ？いつ取ったっけ？あ、でも1ヶ月は経ったかな。1ヶ月経ったぐらいかな。私本当に伸びるの早いんですよ、多分。最強ツインテール。もう普通にツインテールしても、なんか毛先がパッてならんやつ。4月の頭じゃね？ 4 月の頭だっけ？ちょっと全然覚えてないや。私が生写真撮影だったよみたいな言った日の数日後に撮ったんですよ。なんかいつも生写真撮影の時にアーシャの撮影も一緒にあるんだけど、今年はね、生写真撮影とアーシャがね、違う日だった。もうアーシャはアーシャだけに集中って感じで。そう、でもそれ良かったです。アーシャだけに集中できる撮影なの。いい。ね、アーシャほんまにいい感じになって嬉しかった。もうめっちゃ嬉しい。そう、ナイロン。なんとナイロンさんという雑誌にちらっと登場させていただきます。そう、そのカラーズっていう夏にあるいろんな会場ごとに色指定されてっていうライブがあるんですけど、 STU も広島で参加させてもらってて、その何て言うんだろう、告知？なんて言うんだろうな、その関連で。そう、そう、めちゃくちゃ嬉しいです。びっくりしました。オフショットとかは発売されたからかな、多分載せますのでお楽しみに。 嬉しい。
すごかったです。おしゃれ、おしゃれ撮影うん、私さ今さ前髪伸びてるのどう？前髪これぐらい長いのか普通にもうパッツンというかなんかあと1センチぐらい短いのかもうちょっと伸ばして巻くかどれがいいと思う？いい感じ。でも思った、なんかこう今日ぐらいはさちょっと気持ち長いぐらいの前髪よくないですか？なんかお姉さんみたい。これもねカピカピ。ドゥルルル。前髪固めてます。固めまくってる。にゃん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 にこんばんは。嬉しい。なんか今日はお褒めのコメントが多い。多分髪の毛が伸びたのと前髪。明後日大阪で会いますね。皆さん15日は大阪で会いましょう。楽しみ。何着ようかな、何着ようかな。そう、あ、衣装？衣装なの？あ、おー、あ、タンポポ衣装なの？あ、決まってるの？あ、タンポポ衣装か。他のさ、直接のさところも衣装決まっとる？そこだっけ？東京は浴衣。そうだっけ？浴衣？私浴衣買ったよ。あ、広島か、浴衣。広島浴衣？マジか。そうなんだ。東京は？関東がなんかグッズの T シャツ。なるほど。関東はグッズ揃え。ほえなるほど、そうなんだ。あ、でもそう、買った浴衣は私さ、お話し会のどっかのところで浴衣着ますっていうの書いてたんだけど、それ用に買いました。
私自分で浴衣買うのなんて本当に幼稚園ぶりとかぐらいかも。買いました。めっちゃお買い得なやつ買いました。グレイルの通販で、普通にグレイルの服見てたんですよ。服いいのあったら買おうと思って見てたら、そう、浴衣っていう欄があって、ちょっと前に見た時はね全部完売になってたんですよ。でマジか、そうマジかと思ってでも最近見た時に浴衣全部あって、よっしゃーと思って買いました。で今日なんか届いてたらしいけど不在だったけん、ない手元に。グレイルいい？グレイル私もね2回目なんですよね、何気に。今回今これで買ったのが2回目だから何とも言えないけど、1回目買った時は良かったね。でも1個ねサンダル買ったんじゃけど、サンダルが靴ずれしちゃって履けんくて、それは悲しかったけど、でも通販で靴だったらもう、ていうか靴って普通に運ですよね多分。サンダルとかは。でもそれ以外は、何買ったっけあでも全然いい感じだった。そうだよ。楽しみ浴衣、自分で着れるんかな。もう着れるか。浴衣の日自分で髪の毛もね、なんかあれにしよう。できる気がしない浴衣に合わせて下駄も買った。なんかそれ多分ね下駄もついてるんですよ、グレイルの浴衣セットみたいなやつが。確か下駄あれついてなかったっけ、あれついてなかったっけ、どっちだっけなんかついてそうな予感がするけど、でもサイズを選んだ気がしないどっちだっけ。でも髪飾りもそこで買いました。ついてるセットもある。あじゃあついてるの買ったかも。やばい、お楽しみにしとけばよかったかな。グレイルの浴衣多分5種類ぐらいしかないから、もうみんな想像できちゃうまあいっか、みんな意外とというかもう散々私の浴衣姿見てきましたよね今までそう、どれ選んだか当てる遊び。確かに皆さん想像しててください、どれ選んだかなって。私いつかの 2、3年前の夏とか多分8回ぐらい浴衣着たと思う、マジで
全部お仕事で。だからなんか夏のイベントでファンの方と会うたんびに浴衣着とったけん、なんかもう特別感、もう特別感とはみたいな特別感もありゃしないって感じになってたけど、ほんまにアイドルになって、あ、アイドルなかなってよかったって思うこと一覧に入る。浴衣いっぱい着れるとか、振袖毎年着れるとか。なんかさ、振袖この前成人式の時に誰かメイクさんかなと、女の子振袖って七五三とかか成人式とかしか着ないみたいな。私もアイドルになる前は七五三の時しか着てなかったから。でもアイドルになって毎年振袖着て、成人式の時も着れて、でもなってなかったらさ、成人式の時しか着れとらんかったけん、なんかいっぱい着れて嬉しいなって思う。そう、やきやき、チュンチュンチュン。サンタコスもねサンタコスはね別にまあサンタコスはしなくてもいいかなと個人的にはね思うんですけどそう。でも振袖は嬉しい。振袖、浴衣。でも私多分ドレス着たことないんですよね多分。結構そういう類に入るじゃんドレスって、振袖とかみたいなさ、なかなか着れないお洋服。でもそう、ドレスアイドルになってから着たことない。なんか何人かさ、結婚式場のなんかでセーラームーンのコラボドレスみたいな、福ちゃんとか着とったよね。ドレスいつか着たい。うん、瀬戸内の妹よ、トゥ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 、みえん時間になったら教えてください。うん、ありがとう。あとなんだろう、着たい服、なんかなんかの制服とか着たい。あのお仕事体験制服みたいななんて言うんだろう、駅員さんとか、あ、そう、 CA さんとか、あの警察官の方の制服は何回か着させていただきましたね、お仕事で。何回か、1回 1,2 回、多分。あと海上保安官さんの衣装、うん、制服とか。え、マックのマークの制服着てみたい。あとなんだろ
マック着てみたいな。だってマック誰でも知っとるじゃん。なんじゃろうね。あ、スタバ。え、なんかスタバで一日店長スタバで一日店長してみたい。ちょっと店長はあれ、ちょっと言い過ぎた。一日バイトさせていただきたい。スタバってエプロン、そうだね。なんか制服、ザ制服って感じではないけど、スタバのあっち側のレジのあっち側の世界に入ってみたい。そう。エレベーターガールとか、え、私エレベーターガールの方に会ったことないんだけど、多分私がそういうなんかすごいところにあんま行ったことないからかな。あ、お礼します。服屋にいたよ。マジ？三越とか、え、いる？マジ？いきます。20位アッキーザラ大好きマンさん、19位イギータさん、18位オカちゃんさん、17位おいでます元気さん、16位タダさん、15位のりふみさん、14位プニプニチョコパイさん、13位バンブーホースさん、12位フークロさん、11位ニコライさん、10位ホアンさん、9位トップ T のおしょうさん、8位もや太郎さん、7位期待さん、ラッキーセブン、6位ともひろさん、5位円楽さん、4位ジムジムさん、3位電化街さん、スイスイ、2位グリアティーヌさん、2位そしてそして第1位はひょん、おっちゃんさん、イエーイ、イエイイエイ、今日も可愛かった、ありがとう、こちらこそありがとう、感謝のキャミです、イエイ、ありがとうございます。じゃあスクショタイムをしたいと思います。ガウ、ガウ、なんだろう、いえ、ありがとうございました。皆さん良い夜を良い夜を、良い夜をお過ごしください。またね、バイバーイ。仕事頑張って。おやすみ。バイバイ。おやすみ。